ージャン遊戯王、マージャン遊戯王スペシャル対談マリナの時代。さあ、この企画はマージャン遊戯王のアシスタントマリチューさんと最高位戦日本プロマージャン協会に所属されております新進気鋭の女流雀士丸山加奈子プロ2人の対談をお楽しみいただく企画でございます。マリチューさん、丸山プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらの企画ですね、先日タクニアマリプロにですねご出演いただいたときに両方ともねマリということで行った企画なんですけども、やっぱ非常に好評だったんですよ。お話もとても興味深かったですし、これやっぱりいろんな方とですねやっぱ対談をさせていただきたいなということで、今回マリアプロで若干マリとはずれるんですけども、確かにマルとマリ、マルとマリ、マルマリ、はい、マルマリと、あ、いいですね、マルマリということでお二人からですねいろんなお話をしていただきたいなと思います。はい。で、二人のトークでですね、どのような化学反応が起きていくのか、皆さんもぜひお楽しみいただきたいなということで。で、内容はね、いろいろ脱線したり、お好きなことを喋っていただいているんですけども、とりあえず最初のトークテーマとして、あなたにとって人気とは？人気。人気。はい。人気を得たり、注目をね、浴びたりすることが多くなっていると思いますので、そういうところからですね、ちょっとテーマを掘り下げてお話ししていただきたいと思います。それでは。早速よろしくお願いいたします。始まってしまった。はい、はい、リピン君は聞きます。はい、人気って難しいですよね。人気って難しいですね。2文字なんですけどね、うん、なんか人気ってなんやろみたいな感じ。いや、人気いや全然なんかそのなんかフォロワーとかはまあ若干人より多いかもしれないんですけど、うん、上には上がいるし、そんな集客もそんなあるかって言うとそんなあるとは思わないし、うん、人気ってなんやろって感じですよね。確かに。いや、私も同じ感じだし、なんだろう、ただ、あの M リーグに入る前と今は大きく変わったなってやっぱり思って、まあ、人気なになったのかどうか置いといて、注目を浴びるっていう意味ではすごいガラッとなんか変わったような気がして。確かに、うん、で、なんかその注目を浴びてなかったところからいきなり浴びるようになると、うん、人間ってびっくりするんだなって思いました。体がいきなり、あ、そうそうそう、確かにいきなり何十万人って人たちが自分を見るってことですもんね。そうなんですよ。確かに。だからなんか本当コメントだったりとか、うん、まあ、フォロワーが増えていくことも最初びっくりしたし、うん、まあ、こんなに私のこと知ってる人いるんだっていうことになんかついていけなくて、自分が、私なんかこうお仕事とかもいろいろそれをきっかけに多分増えてはいるんですけど、まあ、まだ全然慣れないことばかりで、こういつも追いつくのに必死みたいな感じ。なんかみんなが見てる私はなんて言うんだろう、私じゃない私なんだけど、私もそこに追いつくので必死みたいな感覚ですね。徐々にじゃなくて、ね、いきなりバーってなんか来たから、確かにそのギャップは結構驚きそう、うん、最初かなって、はい、まあ、人気いいのかな、うん、って思いますね。声かけられることとか増えました？そうなんですよ。なんか前なんてね、歩いてたところで全然誰も見向きもしないみたいな感じだったのが、うん、ね、ちょっと歩いてて、いや本当休日でもうすっぴんですみたいな感じで歩いてた時に、うんうんうん、もしかして丸山さんですかとか言われて、うん、行くみたいな、こんな姿は見られたくなかったとか絶対変わんないですよ。いや、変わる、ちょっと変わるんですよ。あのちょっとこう今はちゃんとしてるんで、うん、今は、ね、まだなんかきらびやかに見えるかもしれないですけど、うん、もうあのボッサボサみたいな時だったんで、あ、今ちょっと仮面してみたいな時とか、うん、一人であの居酒屋のなんか串焼き鳥屋さんとかのカウンターで一人で食べながら、一人で食べテレビ見てた時あったんですよ。そしたらそうテレビの先にトイレがあって、トイレから帰ってくる人とテレビ見てる私はこう、うんうんうん、顔が見える状態で、はい、それでね、あの丸山さんですかって言われた時は本当に今はやめてと思っていや、もうなんで今見つかっちゃったんだろうと思って、だって一人の焼き鳥屋のカウンターでクリスタルからテレビ見てる、なんか分かんないです。ちょっとね、さっき完全に気抜いてるからマジかと思って、そう、すごい、なんかこれどこで誰が見てるかわからないな、うん、ちょっと気を抜きすぎるの気をつけようって思いました、うん、確かに確かにそうですね、うん、面白い。でも逆になんか普段ね、そういう表に出る仕事、うん、はい、をしてると、なんだろう、まあ、注目とか常にこう気になると思うんですけど、そういうのってどうなんですか？なんかそのある程度こういう
お仕事してた分プロになった時のなんか逆の注目度みたいなすごい怖かったです。 なるほど、ね、なんかえマリチューがプロになったんだみたいな、そういう変なんかどんなマージャン打つんやろみたいな、なんかでもタレントやみたいな、なんかそういう注目のされ方すごい怖いと思いました。はい、確かに。かバクバクしながらあの風林火山のオーディションとか受けてます。そうですよね、今ね、はい、受けてるから。しかもこの間アップされてましたよね。そうなんですよ。ちょっと見たんですよ。恥ずかしいです。でもね、すごい顔がね、凛としてるというか、すごいしっかりなんかもう私とかよくさ、知り合い中とかすごい泣きそうな顔とか言われる。可愛い顔してるけど、なんかすごい凛としてて、あ、いいな、羨ましいなと思って見てました。ありがとうございます。多分、麻雀は経験も浅いので、ミスすると思うんで、顔だけはミスするんで。プロ意識だ。ずっと顔、絶対この顔保とうと思って、やってました。すごい。いや、でも見せるね、仕事でもあるから、まあ、もちろん麻雀の内容とかも大事かもしれないけど、うん、なんかそういうところの意識があるのって、やっぱプロなんだなって思いました。ありがとうございます。私はちょっともうちょっとね、口角もうね、お面つけてやりたいぐらいなんですよね。めちゃめちゃ可愛いです。なんかちょっと口開いちゃう感じで、口も可愛いですよ。口開きがちで。可愛いってこと言ってます。そのままでいてほしいです。本当ですか。優しい。そうね、人気って難しいですよね。芸能人をやりながらプロになったじゃないですか。はい、で、まあ、注目浴びるって言ってて、どうですか、打つときに例えば今本走対局じゃないですか、はいはいはい、怖いとかって思ったりします？なんか怖いけどもう自分の実力だからしょうがない今現時点で自分はこう打っちゃうけど、これから絶対伸びしろしかないから、うんうん、みんな本当に見守っててほしいですの気持ちでいっぱいです。今なんかうまくいこうと思っても絶対間違えちゃうし、うんうん、本当になんかどう頑張っても多分、うんうん、このすぐ上手くなるわけじゃないじゃないですか、うん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 、だからもう等身大の私とぶつかるしかないと思ってて、でも風林火山のオーディションは本当に放送あるって知らん、あの分からなくて、あ、そうだったんですね、はい、あるんだみたいな後から知って、やっべーってなってやっちまったと思ったんですけど、はい、でも、もうね、これも全部糧になると思って、うんうん、はい、頑張って大きい舞台で戦えるようになりたいなって思ってます。あ、何年後になるか分かんないんですけど、まあなんか今その言葉聞いただけで私も頑張ろうって気持ちになりました。本当ですか？いや、本当、あの、私結構心がそんな強い方じゃないんで、うん、結構くじけるんですよね。あ、そうなんですね。やっぱり放送もまあね、今はちょっとずつ慣れたんですけど、うん、最初とか本当手も震えるし緊張するし、リーグそうですよね。それは本当に結構ずっとなんか麻雀に集中しきれなかったりとか、怖い、逃げ出したいとかよく思ったりしてた時もあるんで、でもなんかその今できることをやろうみたいな姿勢って本当大事だと思ってて、なんか私もその M リーグが1年間とりあえず終わって、じゃあ来季、まあ、あるかどうかまだ分かんないですけど、どうして自分はどうやってったら成長できるかなみたいな考え直す時間とか、こう一人になっていろいろ家で考えたりしたんですけど、やっぱりなんかいろんなもの、なんか周りのプレッシャーとか、まあそれあるのはしょうがないけど、そこでできることができなくなることが本当に損だなと思って、で私も今勉強はしてるけどやっぱまだまだだなって思って、ただなんかM リーグの丸山さんだって思われると失敗しちゃいけないとか強くなきゃいけないとかもっとできなきゃいけないって結構自分で自分を追い詰めたりしちゃって、はいはいはい、でもいろいろ考えた結果、追い詰めてもうまく急になるもんでもないし、そう、本当言ってた通りなんかできることを増やしていって、うん、最善をその時その時尽くせばいいやってちょっとこう肩のなんか力を抜いて、あの、シーズン練習してそこで発揮できるようにその準備をしていこうみたいな感じで今思うようになりました。すごいそんな深いことを言ってくれて、いや、もう、ね、でももうあの3人がいたら絶対丸山さんは絶対、うん、大丈夫だと思います。あの3人先生がね、なんかね、私先生がすごすぎて、うん、なんかそれを吸収しきれない自分に悔しいなとか、こんなにいい先生なのに、なんで私はできないんだろうみたいなのが結構
うってなっちゃうことが多くて、壁ですね。そう、みんながすごすぎてやっぱちょっとすごくなっても全然遠い壁だから、うんね、たまにくじけるんですけどまあまああの、でもなんか周りでこう一緒に頑張ってくれる人とか応援してくれる人とか、それこそその人気じゃないんですけど、ファンの人がたくさん増えて、やっぱ何かあった時に、まあ、Twitter のリプだとか、ドリブの YouTube だとか、ゲスト先でお会いした時とかにすごい応援してくれる人がやっぱ最初の、ね、何でもなかった頃からして増えたんで、なんかそれは本当にありがたいなって思います。確かにファンの力って大きいですよね。めちゃめちゃ大きい。本当にたった一言のなんか応援してるようだけでもすごく頑張れますよね。うんうん、そうそう、ね、本当にそう思います。わかります、すごく。だからね、その人気っていう意味では、うん、なんかこれからも応援したいって思える人でありたいなと思って、うん、そうあれるように頑張りたいなみたいに普段でも結構なんだかんだでもメンタルも強いと思いますいやそうですか、はい、もう全然ですよ。なんかそうなんですね、うん、いいお話を聞きました、ね、いや素敵なお話、うん、たくさん聞いてますね。いや私最近もずっと悩んでて、私このままで大丈夫かなみたいな、いつも悩んでて、ファイナルの前も悩んでたんですよ。怖くなっちゃって麻雀、うん、で、あの M リーグ以外の対局とかもM リーグの丸山さんだって見られてる気がするってなんか思いすぎて、うん、それはそうかもしれない。なんか自分はまだ大したことないのに今いる立場というか状況が、まあ、すごい人みたいに席に映っちゃってるギャップに耐えられないみたいになっちゃって。確かに M リーグは丸山さんですもんね。そう、私はまだそんなすごくもないし、うん、私自身は全然まだまだなんだよって思う気持ちと、でも認めてもらいたいみたいな気持ちとがこう自分の中にあって、うん、あとはね、失敗した時はやっぱりまだダメだ丸山はとかってやっぱ見ると、うん、ダメに言う人いますよね。悔しくて、それはもう絶対気にしちゃダメだ私が言うのもあれですけど絶対気にしちゃダメだ。まあそうですよね。そうだから、うん、なんかそういう人を見返したいっていう気持ちもあるし、ファンの期待に応えたいとか、うん、まあ、いろんな気持ちがあってこうやらなくちゃってなるんですけど、ね、麻雀ってやったらやっただけ強くなるかって言ったらそうでもないし、強い人でも負けるゲームだから、なんかそういうところをちゃんと切り離して振り返りとかもしなきゃいけないけど、やっぱ人間だと、ね、うまくいかないのが続くと感情がこう小さくなってこう辛いみたいになっちゃいがちだから、それをこうね、自分でコントロールしていかないといけないなみたいな、こうなんかいつもぐるぐる考えてます毎回。でも多分ファンの人とかもなんか丸山さんがそういうなんか自分はまだまだだしって思ってるの多分きっと分かってるじゃないですか、うんうん、でも大丈夫、マルコ強いんだよって、マジでみんな自信持って頑張ってって絶対全員思ってるから、はい、ね、本当に私もすごい応援したい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます嬉しい嬉しい、ね、私も背中を追いかけて頑張ります。いやなんかもうプロになるって知らなかったから、あ、麻雀のプロにってやってくんだと思って、ね、お電話くれましたもんね。あ、そう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 、ありがとうございます。リーグ戦とかもう始まってますか？あ、一応で女流リーグ出てますよ。どうです、出てみてどうでした？なんか最初めちゃめちゃ緊張して、あのもうパイチェックからちょっと手が震えちゃったんですけど、2節目が今終わってだんだんリラックスして打てるようになってきました。もう最初点数間違えたらどうしようとかそういうことが確かに確かに、はい、しかもなんか普段友達とかとやってる麻雀と全く別物ですよね。ガラッと変わりますよね。だからなんかもう全く違うものをやってるから、うん、最初緊張するし、でも楽しいですよね。めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しいですよね。なんかセットの時って喋りながらなんですけど、うんうんうん、なんかリーグ戦、全く喋んないじゃないですか、うん、集中できていいな、そう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 、楽しいみたいな、手で考える楽しいみたいな、そうなんですよね。っていうことに気づきました。いやもうリーグ戦、私プロになったきっかけが、うん、リーグ戦に出たいがもう一番の目標で、それでなって、うん、なんかもうリーグ戦は本当に、まあ、いろんな対局あるんですけど自分の中で一番大事にしてて、うんうんうん、本当に貴重な大事な時間だから、いやなんかそれを楽しいって言ってくれてるからすごい嬉しかった、まあ、今全然負けてるんですけどもうちょっと頑張ります勝ったり負けたりって、うん、あの
偉い人が言ってました。ね、強い人でもすごいマイナスの人とかいますもんね。そうなんですよ、なんか誰かが、うん、誰かはだってね、上のリーグとかいったらみんな強いはずだけど、か誰かは負けちゃうから、はい、気にしないでね、腕を振って行きたいですよね、はい、そうやって人には言えるんだけど自分はね。そう、なんかこの前陽平さんが興味深いこと言ってて、うん、なんかよくついてないなとか、ついてなくて上がれなかったとか、振り込んじゃったとか言ってる人がたまにいるけど、うん、なんかそのついてないってなんだろう、ついてない時以外でちゃんとカバーしてればトータルではいい成績に持っていけてるはずだから、うんうんうん、そのついてない時もうしょうがないけど、それ以外で頑張ることが大事だよって陽平さんが珍しく、うんうん、おー、いいこと言ってる陽平さんの失礼なこと言ってる陽平さんなのに、どうやって、そうそうそう、まあ、陽平さんの口調って感じなんですけど、多分陽平さんも誰かから聞いたんだろうちょっと説得力に欠けはあと、私が試合とかで、まあ勝てない試合って落ち込んだりすると思うんですけど、多分マリチューさんもそうかもしれないですけど、うん、落ち込みました、ね、落ち込むけど、これドリブンズのみんなに言われてよかったなって言葉があって、うん、例えばじゃあリーチを受けてこれを切るかこれを切るかって選択、こうなったらこれしか切るのはないよねっていうのがあるんだけど、じゃあ果たしてその一局のダメだったポイントってそこなのってなったら、いや、この手でアンパイを1枚も持たないで進めちゃったこの順目のこの選択の方が原因だよねみたいな、その結果補充しちゃったからそこがダメだったんじゃなくって、うん、原因を掘り下げてここがダメだったっていうのを見つければ、うん、ね、運とかそのうまくいったダメだったっていうのは置いといて、うん、冷静に判断できるようになるから、そういう風に振り返るのは大事っていうのはなんかドリブンズに入って考えるようになったし、なんか1回の上がれた上がれなかったとかじゃなくて、うん、上がれたけどこれがダメだったっていうのも多分あるし、上がれなかったけどこれが良かったっていうのもあるから、うん、なんか結構私も結果で気持ちが左右されやすいんですけど、なんか麻雀を続けていってこう強くなるっていうところを目標にするのであれば、多分そういったとこじゃなくて実は序盤が悪かったとか、そういうポイントを見つけて行くように心がけるのが結構大事だなって、なんかこの2年間で思うようになりました。あ、めっちゃ勉強になる。いや、これ結構 誰にもなんかみんなにとってこう大切なことな気がしたんで、ちょっと伝えました。ありがとうございます。偉そうに。私の言葉ではないんです。私が学んだことなんですけど。でもいいですよね。経験したことをですからね。うん、そうだよな。いつもやっぱあれじゃなかったかって思うけど、その前なんですね。そう、その前とか。原因はね。そう、勉強ね。なんか、頑張れる気がします。嬉しい。いや、素晴らしいお話聞かせていただきました。毎回この曲をやるためにイーピン君の存在意義を自分で問うんですよ。あれ200でいいじゃん。いたのか、うん、いやでもやっぱりお二人でしか話せないというか、ね、引き出せないようなトークいっぱいありましたんで、いや今日唯一あれって思ったのは岩井さんの株が上がったことです。でも今さん誰か聞いたの絶対。それを得意気に自分の話した。絶対と。いやでもそれも含め、すごいいいお話を聞かせていただきました。はい、まあ、山田プロの中の内面のね、いろんな考えてることとかも伝わったと思いますし、マリシャさんがね、今頑張ってるっていうことも分かったと思いますし、うん、やっぱり引き続きこの対談企画はいろんな人とやっていきたいですね。はい、楽しいですね。はい、いや、楽しいですね。いろんな話聞きました。ありがとうございました。ありがとうございます。もしかしたら、マリアプロでね、来ていただくかもしれませんし、他の方の時にやるかもしれませんけども、引き続きこれは、このね、やっぱこの時間はね、皆さんにお楽しみいただきたいなと思いました。うんうんうん、はい、そして我々のプロ、もういろんな話を思ったことも全ていろいろ出してくれて本当にありがとうございました。なんか途中からずっと私ばっかり喋っちゃって、いや聞きたかった。気づいたら喋っちゃってすいません、マリチューさん、もっと話してください。そうですよね、もっと聞きたい。ね、これだけいっぱい話してくれるっていうのはありがたいと思いますので、はい、そしてまたね、話したくなった時はいつでもゲストに来てください。はい、わかりました。はい、早めに2人で滝に行きましょう。行きましょう。ということで今回も特別対談素晴らしかったです。マリアプロありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、あとね本当にもっと聞きたかったっていう方、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。